今シーズン快進撃を続ける羽生ですが、まだ完璧なフリーの演技はありません。年明けからこのフリーの練習を何度も何度も繰り返してきました。成長した自分の姿を日本のファンに見せたい、その思いをフリーに込めます。そして四大陸初制覇はなるか。このフリー、まだ満足のいく出来は今シーズンありません。4回転のトーループ綺麗に決まりました。さあ次のジャンプが大きな鍵を握ります。ダブルサルコーになりました。4回転の予定でした。トリプルフリップ、難しいプログラム、ここからの表現力です。頂点への道です。トリプルアクセル、ダブルトーループ、トリプルアクセル、ダブルトーループ、ダブルトーループ3連続。トリプルループ。課題と言われる体力面。残すジャンプはあと2つ。トリプルルッツ、ダブルトーループ。ここでシングルルッツになりましたね。最後のジャンプでした。
ビネーションスピン。日本のファンの前で手にした収穫とそれから課題です。今回何としても決めたかった4回転トーループ、その後の4回転サルコー、さらには課題の体力面、やや課題もありましたが、ただ表現力で会場を虜にしました。これはまた一つ羽生が新しい武器を手に入れました。さて国分さん、はい、そうですね、少しずつ前進しているのではないかなと感じますね、はい、フリーの完璧な演技はこれはもう世界フィギュアまでお預けと本当に期待したいなと思います。取っておいたという感じですかね、はい、さあそして本田さん、はい、まずは4回転のトーループはもう綺麗に決まりました。そうですね、はい、最初の入りのスピードと着氷のスピード本当に良かったと思います。ジャンプの高さ、はい、回転すべて良かったですね、ただその後今回はですね、4回転サルコーの成功率を上げるために4回転トーループ、その流れでサルコーを飛ぶ練習をしてきました、はい、ですから本人も悔しさがあると思います。そうですね、これが最初の4回転トーループ、はい、綺麗に決まってますよね。やはりこれもこの4回転サルコーが力んでしまいましたね、はい、ただ昨日のショートでは演技構成点で高橋を上回りました。その全体的なですね本田さん、はい、まあ、プログラムの成熟度、表現面、このあたりの成長はいかがでしょうか。そうですね、やはり後半スピードが落ちてしまったかなとは思うんですけれども、はい、一つ一つのジャンプを丁寧に飛んでいましたので、日々進歩しているんじゃないかなと、はい、やはりこの次の世界フィギュアに向けてどん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 進化してきているところだと思いますし、はい、やはり惜しいのは最後のトリプルルッツがシングルになってしまったというのが、う、ね、やはりここでトリプル、はい、そしてトリプルアクセルのコンビネーションが3回転2回転になってしまった、はい、ところがありますが、まあ、これでも課題を残して世界フィギュアに向けて練習していけばもっともっと成長していけると思いますね。ちょっと直前に扉にぶつけたそうで、右目の上には絆創膏も見えました羽生です。さあ高橋はもちろんこの演技歓声を聞かないようにしていますが、さて羽生の得点、自己ベストには大きく届かない得点になりました。 158.73、246.38、 もちろん羽生はショートの貯金もあってトップに立ちます。さあ日本勢羽生が演技を終えて残るは高橋大輔だけです。